到着遊戯。おはようございます。トリアルトンボ帰りもういやいやまだまだ入ってください。こっちだから16番だ。あ、マンゴー来たんじゃん。おらーい。オッケーバッチリ。オッケーバッチリまっすぐ。でもすごいいいじゃん、ロケーション。天然パーマ。さあ、慌ただしく、スタンバイできました。居酒屋バンライフ。メイン会場はこちらになります。そして、外遊び、外ご飯。ただいま会場設営中ですね。新緑が気持ちいいね、葵さん。早速じゃあぐるっと巡ってみたいと思います。一番乗り、居酒屋バンライフ一番乗りです。イエーイ。さあ僕はね、受付に、回りたいと思います。来ました。かっこいい。かっこいいのが来た、枠さん。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しんでてください。あ、こんにちは。はじめまして、かない。かっこいいな。来た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 。すげえのが来た。おはようございます。すごいの来ましたね。かっこいい、はい、あのかっこいい帽子と見てお揃い。あーやったみんなテルパマチーム到着です。よろしくお願いします。すげえな、おしゃれなトレーラーだ。こんにちは、おはようございます。ヨナちゃんです。ヨナちゃん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ヨナちゃんです。ずいぶんバスちっちゃくなってない？コンパクトなバス。おはようございます。居酒屋バンライフへようこそ。イエーイ、楽しみましょう。イエーイ、ちっちゃいなバス。二度目来たよ来たよ。顔が変わったハイエースが来ましたよ。顔が変わったハイエースが。ハムチャンネルやってまいりました。居酒屋バンライフ、やっほー、ごはんも登場。イエーイ、楽しみ、ありがとう。後ほど、やっほー、来ました。キャライアって呼んだらいいのかな、ときめきって呼んだらいいのかな、どっちでもいいか。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。岡島さん、岡島さん、松戸から。やった、ありがとうございます。はい、入ってください。14番ですね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ぼちぼち、居酒屋バンライフチームも集まってきました。会場はね、こんな感じです。大きいキャンプ場ですね。まあ、ここにね、車中泊の車がたくさん集合してきました。ここからまだね、お昼です。なんでね、お酒、食べ物を楽しんでもらって、今回夜に向けてテンション上げていきたいと思います。ちっちゃいバスで来た。地球温暖化、動画で見てるのと違う車が来たな。半分だね、半分。ちっちゃ。でもね、バスよりか人が乗れるの。そうなの？あのバスは今一人だから。うわー、それバスなの本当に。まあ間に合わなかったということで、次回の車中泊の時までお楽しみ。バスは。さあ理想的ラムバンで引っ張るアメリカントレーラー、カリフォルニアンスタイルです。いやー、アメリカンな雰囲気がすごい素敵なサイトです。泉食堂マーポーツデイ。注文したのはホルモンマーボーです。今目の前で作ってもらいます。大人気の麻婆豆腐屋さんなんで、早く来ないと売り切れ続出だそうです。わー、おいしそう。わー、おいしそう。最後魔法の粉がかかって
仕上がりできました。てってれー、いただきまーす。松の山でパウダー食ってる。あ、そうそう、 YouTube も見ました。あ、ほんとですか。そうですか、 YouTube 見ていただいて嬉しい。本物の居酒屋が出てる。あそこは日本酒ですね。イカ焼き、ホッピーも飲める。こんにちは。旅する居酒屋、いいですね。さあ、大竹さん、おすすめのビールは。長岡で作ってる、はい、平成ブリューイングさんです。平成ブリューイングさんで、ヘッドブリュワーとブリュワリーです。トップ2がいらしてきてくださると、じゃあおすすめを何か。東大戦場がおすすめ。僕もね、いつも戦場で戦ってるんで、はい、ぜひそれをいただきます。我々大好きなウエストコーストなんで。ウエストコーストね。ウエストコーストに行きましょう。行きましょう。泡がないんじゃなくて中に詰め込まれてる錠剤洗浄をいただきます。あ、美味しい。今回も来ました、アロイ。アロイのグリーンカレーチャーハン、てってれー。グリーンカレーチャーハン、いただきます。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had at Parker's. Can't listen, but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim.今日はね、DJ ブースも入っているので、ナイスミュージック、ダンシン、ダンシン。選曲最高。イエー。こんにちは。いつも見てます。ありがとうございます。ステッカーいただいて、はい、スノーボードの板に一丁貼って。あ、前にあげたんですか、僕。関空寺を当たったんですよ。はい。はい。あ、嬉しい。本当ですか。池さんの役で超やったんです。あ、本当。わお。イエイイエイイエイ。イエイ、新宿。バイクで来たらね。バイクで来ました。天然パーマ。持って焚き火広場の方にご集合ください。今から飲み会タイム始まりますんで、中央の焚き火スペースですね。焚き火を今用意していただいております。そちらにぜひご集合ください。お待ちしております。この居酒屋番外風で、ね、知り合いましてね、はい、ここはバスをさ買って、バスを DIY して今キャンピングカー作ってるんですよ。で、間に合わなくて、あ、そう、今日で、そのね、制作過程を YouTube で配信されてるんで、ワンダフルデイズっていうチャンネルになりますんで、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 YouTube チャンネルでズキさんちってやってるズキさんと申します。よろしくお願いします。ズキさんち、ありがとうございます。愛知県豊田市から5時間かかりました。遠、はい、いね。子供とね、あの、見る聞く感じるを共有するっていうのをテーマに、キャンピングカーで、日本全国いろいろ旅して回ってます。 YouTube じゃだけじゃなくて、ブログ、ツイッター、インスタグラムでやってますので、よかったらフォローお願いします。はい、よろしくお願いします。で、Vlog の YouTube、 家族で旅したのを、YouTube に上げて、はい、楽しませていただきたいと思います。よろしくお願いします。クロファミチャンネルです。僕も、あの、一緒でバーデン、バーデン、バーデン、はい、で、2年前から、あの、ファミリーで旅を始めました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラ目線になっちゃった。いいです、いいです。なんてお名前ですか。岡島です。岡島さんち、はい、岡島さんち、よろしくお願いします。川池と言います。川池、神奈川県藤沢市から来ました。遠い、そこそこ遠い、はい。うちは家族4人家族で、はい、上が小4、下が3歳、年少になります。ハイエース、そこに泊まってるハイエースなんですけど、月1ぐらいのペースで車中泊楽しんでます。
今回こういうイベント初めてなんですけど、車中泊友達を作れたなと思って参加しました。よろしくお願いします。仲良くなってください。こんばんは、はじめまして、マックって言います。マックさん、妻のアヤと息子の原点です。車使っていろんなとこに遊びに行って、で子供連れてる方もすごいいっぱいいらっしゃるんで、なんかそのライフスタイルのヒントとかなんかもらえたら楽しいかなと思って今日参加してみました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、なんて言えばいい。青が4番。千葉県から来ました、池部葵です。11歳です。イエーイ。キーとサーフィンが好きです。よろしくお願いします。よろしくいいぞ、ちょんぱけ。終わります。終わるぜ自己紹介しないわ。終わります。千葉から親子で参加した岡本です。岡本さん、今回初めての参加なんで、まあ、仲良くしていただければなと思います。よろしくお願いします。外人さん、外人さん、ぜひ。はじめまして私の名前はキャリシーです。今ここの英語の先生です。 ALT です。先生この2人は県庁で働いている国際交流員で、私の新潟の国際化のためにいろいろ活動しているので、よろしくお願いします。日本語上手。よろしくお願いします。新潟っていうインスタをやってて、韓国語と日本語で発信しています。あの新潟に興味のある方はぜひフォローしてください。川崎から、南大名に移住してます。あ、高橋です。高橋さん、あの多分最年長だと思うんですけども、はい、もうリタイアして仕事しないでうちで暮らしてます。羨ましい、羨ましい。よろしくお願いします。新潟市から来ました高橋です。で、まあ、車の方は車中泊するのにハイエース買って楽しくやってます。なるほど、はい。まあ、でもなんかね、うまくつながってください、はい、よろしくお願いします。じゃあそういうわけで居酒屋バンライフこのままやっていきますので、よろしくお願いします。あとは僕たちの方でも振る舞い酒持ってきてるんで、よかったら飲んでください。もしね、なんかシェアできるものあったらみんなでシェアして楽しんでください。朝です。居酒屋バンライフの朝が来た。ときめき母さん、朝から酒飲んでる、もしかして。フリーだよ。あ、そうか、うん、よく寝れましたか。おはようございます。おはようございます。今朝はですね、気温5度、寒かったねあ、おはよう。おはよう。明細でもうここに溶け込んでて分かんなかった。危ない。森と同化するからね。じゃあおはよう。池さんとお揃いだから。おはは。おにぎりと、母ちゃんの梅干し。梅を一つ、鮭を三つください。しまった。おにぎり買ってきました。朝ごはん食べたいと思います。いいですか？イエーイ！イエーイ！朝でございます。モーニングコーヒータイム。久しぶりに山で迎える朝ですね。すごくいい。ただですね、昨晩の記憶はいつも通りないございません。あちこちで喋ってた。そうですね。そしてポータブル電源一つ行方不明です。どこに置いたかも覚えてません。いろいろ物はなくなったが、いい朝です。はいよ。おにぎり食べなさい。そして池さんがですね。うん、何？撮ってんの？撮ってよ。なんかいろいろ撮られた。くる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 。今
キャンプ場でゲームをしてる奴らは誰だ。天気がいいのにゲームしてる奴らは、あーキック、キックひどい。ほらみんな外で遊んでるぜ。この人がキックしました。ハッピーバースデー小鳥。13歳になりました。バースデーデートです。そう、私たちが来たのはバースデーデートにふさわしいこちらです。3、2、1、てってりー。どうだい小鳥、この景色。いいだろう小鳥。湖です。いい景色のところにやってまいりました。小鳥さん、うちの姫にいちご姫を。うちの姫。待って、はい、お待たせしました。ありがとうございます。13歳、ありがとう。いただきます。どうぞ姫。やみピザ食べます。ピザ食べます。ピッチャ天然パーマ。おはよう、ね、最高です。最高。昨日から最高しか言ってない。最高しか言ってない。本当。母最高。もう母、ご飯作らなくていいって最高だよね。お金で解決。お金で解決。そういうのもたまにはいいです。いいですよね。まあね、外遊び、外ご飯のコンセプトって、うん、ただ外でご飯食べようっていう、すげえシンプルなコンセプトでやってるみたいなんで、うんうん、悪くない。外遊び、外ご飯。いや、ちょっとここは、サイの方だねっていう話を言います。サイの方です。また今日も一日楽しんでいきましょう。楽しかったです。まだ終わってない。まだ終わってない。まだ終わってない。途中。楽しみます。おはようございます。今回のイベントどうですか。この飲食店がいっぱいのイベントのコラボ。いいで、だからね、基本的にキャンプしないんですよ。スキー場のための車中泊だったんで。だからこういうのがあるといいよね。いつも飲まないのに飲んじゃう。そう、普段ほとんどお酒飲まないのに、うん、たまにはね、このご飯を作らないキャンプみたいのいいですよね。いいです、うん、楽しんでもらえてよかったです。また新潟でやることあったらぜひ遊びに来てください、ね、おはようございます。楽しかったですか。楽しかったです。あ、よかった、嬉しい。どうですか、このなんか外遊び外ご飯って、ご飯のイベントとコラボしてみたいですけどね、美味しいもいっぱい食べてね、よかった、よかった、嬉しい。じゃあ気をつけて、はい、ありがとうございます。また会いましょう。どうも、さよなら、バイバーイ。おはようございます。いかがでしたか、ゆうべの居酒屋バンライフは。いや、めっちゃ良かったです。楽しんでいただけました。はい、初めてこういうイベント来たんで。あ、良かったです。さあ、黒ファミ家にお邪魔したいと思います。おはよう。で、居酒屋バンライフいかがでしょうか。いや、楽しかったです。楽しかったです。楽しみました。早く寝ちゃったんです。早いな。このご飯食べれるイベントとコラボの車中泊、うん、面白いでしょ。うん、面白い。すごくいいキャンプ場だし、いろいろ楽しめました。子供たち遊ぶところいっぱいあって、うんうんうん、よかった、すごい。いや、そう言っていただけると、ここの企画の人たちも喜んでもらえますんで、はい、あ、コタも最初何、いきなり回すの。ナオト、どんくさ。へたくそ。ズキさんち、ナイスウェルカムボードですね。素晴らしい。居酒屋バンライフいかがでしたでしょうか、ズキさん。最高です。サイのコーでございます。いや、もうバッチリでした、ね、いや、もう最高っすね、うん、でお酒もいっぱい、いっぱいありました ね最高ですね、うん、次は家族全員でね、ぜひ参加してください。ベビーちゃんも連れて。よろしくです。よろしくお願いします。ありがとうございます。居酒屋バンライフいかがだったでしょうか。すごい楽しかったです。楽しかった。ワインもいっぱいありました。ご飯付きイベントいいっすよね。そう、朝ごはんも美味しいし、うまかった、おにぎり。池さんに会ったのが一番良かった。あら、嬉しい。同じ松戸部ね、同じ松戸部の方。すごいな、これ初めてイベント参加させてもらって。あ、本当ですか。はい、いや、楽しいですね。楽しいですね。まだまだ今日も一日、はい、楽しんでてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、天然パーマベースから2度目の参加、どうですか、居酒屋パンライフ。
楽しかったです。面白かったですね。うん、なんか記念撮影するんですよね。あ、ほんと？この会場で？そういうなんか、うん、メール来てませんでしょ。俺？はい。俺？ま、流れで。やります。いいなこのキャンピングカー欲しいな。いいなこのキャンピングカー欲しいな。いいなこのキャンピングカー欲しいな。マックさんいかがでしょうか、居酒屋バンライフ。いやもうゆっくりさせてもらってます。なるほど、ディープな話できたんで楽しかった。楽しいですね。ありがとうございます。あとまた美味しいものをいっぱい食べて。はい。はい、楽しいでください。全店舗制覇してないから。うんうんうん。全店舗制覇しよう。食べましょう。飲みましょう。あ、飲みはダメだ。でも美味しいコーヒーでも飲みましょうね。そうですね。はい。ありがとうございます。天然パーマ今から集合写真を撮ろうと思ってます。集合写真タイムです。スタンバイ中。スタンバイ中あ、いいじゃない。なんかもう一回行くんかいまた会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、ゆずきさん。バイバイ。殴り惜しい。かわいい。じゃあまたイベント来たら、ぜひご参加ください。ありがとうございました。てってれー、黒ファミチャンネル。たくさんたくさんありがとうございました。楽しかったですか。はい、やったぜ。また来てくださいね。お世話になりました。こちらこそ。あと一日楽しんで、はい、長岡楽しんでください。それではまたツイッターでお会いしましょう、はい、バイ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 、ありがとう。ありがとうございます。また遊び来てください。またね、また来てね。バイ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 。じゃあ皆さん気をつけて帰りくださいませ。またやりましょう、居酒屋バンライフ。居酒屋バンライフ。というわけで今回の居酒屋バンライフはここまで。閉店ガラガラ。ありがとうありがとう、またね。ありがとうございます。気をつけて。ハムちゃん、ありがとう。またね。コハム、またね。バイバイ。ドキメキ、みんな、またね。バイバイ。うーちゃん、ありがとうね。またね。姉さん、またね。またね。バイバイ。気をつけて。ちっちゃい。ちっちゃい。なんかおかしい。次回楽しみにしてる、完成を。気をつけて。ありがとうございました。バイバイ。俺たち居酒屋バンライフチームとしてはもう大盛況、大成功。本当ですか。そう言ってもらえば最高の嬉しいですね。特に今日日曜日ね、盛り上がりましたね。 DJ も良かったんじゃないですか。 DJ が良かったの、ね、ちょうど僕らにぶっ刺さる選曲ねえ。でしょ、キャンプ場でやっぱ音があるってすごくいいなって改めて。たまにはいいんじゃないですか。たまにはいい、ね、たまにはいい、ね、パーティーキャンプです ね全体的に外遊び、外ご飯良かった。最高のイベントに呼んでもらってありがとうございました。喜んでもよかったです。はい、またやりましょう。またやりましょう。というわけで今回の居酒屋バンライフはこれまで。またね。 Dude, that father is 10 and permed